からはもう少し早いペースで。春の天皇賞、私は絶対に勝たないといけないのですから。こんにちは、トレーナーさん、お邪魔してます。違いますわ、彼女はメジロライアン、私と同じメジロ家の馬娘です。トレーナーさんと話したいことがあるらしいので、こうして場を設けただけですわ。はじめまして。どうしてもトレーナーさんとお話をしてみたくてお願いしちゃいました。それでは私はチームメンバーの勧誘にでも行ってきますわね。なんでもライアンはトレーナーさんと二人っきりで内緒のお話をしたいとのことですので、邪魔者はとっとと退散させていただきます。ええ、どうせ私は邪魔者ですから。別に怒っていません。ライアンとあなたがどんな内緒話をしようが私には関係ありませんし、ですからどうぞごゆっくり。やきもち焼いちゃって可愛いですね。別にトレーナーさんのことを取っちゃおうなんて考えてないのに。マックイーンのことです。多分トレーナーさんは気づいてると思いますけど、今のあの子すごく無理してますよ。やっぱり気づいてましたね。うんうん、マックイーンの言っていた通りの人です。ちょっと頼りないけど、ウマ娘のことをよく見ていて誠実に寄り添ってくれる人。マックイーンはトレーナーさんのことをいつもそんな風に言ってるんですよ。だからどんなことがあっても私は最後までついていこうと思ってるって。とんでもない、もう信頼しまくりです。ただそんなトレーナーさんに隠れてでも無理をしてしまう理由が天皇賞にはあるんです。私たちメジロ家の馬娘は適性によって期待されるレースが定められてまして、私はクラシックを期待されましたし、あの子はステイヤーの適性があるから天皇賞での勝利を期待されました。そして天皇賞はメジロ家の大黒柱であるおばあ様とおじい様の思い出のレース、すごく特別なものなんです。幼い頃から天皇賞で勝つことを期待され続けたマックイーンは人一倍その責任を背負い込んじゃってて不安なんだと思います。天皇賞で勝利するというプレッシャーに加えて、最近はチームも大変になっちゃって、マックイーン真面目な性格だから責任も感じてるんだと思います。それでだから無理しすぎる前にマックイーンのこと止めてください。トレーナーさんからちゃんと話せばマックイーンは絶対に聞き入れてくれると思いますから。どういたしまして。私にとってあの子は妹みたいな存在であり、大事なライバルでもあるんです。マックイーンのことよろしくお願いします。